皆さんこんにちは、チチトコキャンプの山健です。聖太郎です。この日は2022年12月12日神奈川県相模原市にある青野原オートキャンプ場での息子と一泊キャンプ後編動画になります。モーニングローリーを設営して火起こし完了後、晩御飯の準備に取り掛かりました。クリスマス直前のキャンプということで、メニューは息子セレクト。僕はハンバーグをリクエストしました。まずは玉ねぎを粗めのみじん切りにして、ハンバーグヘルパーを水で溶き、淡路島のオニオンスープの粉末を混ぜ込みました。いつものことながら、息子と二人にしては食材の分量が多く、たっぷりのひき肉と玉ねぎを投入しました。本来玉ねぎは加えなくてもいいんですが、食感も良くなりますし、子供に少しでも野菜を取ってもらいたいという思いから入れちゃいました。ハンバーグの形を整えて真ん中をくぼませたら、次にクリスマスということでチキンの調理に入ります。SB のシーズニングマスタードチキン、こちらを手羽元に揉み込んでいきます。あとはフライパンで焼くだけという簡単調理なんですが、僕らにはやはり量が多かったので明日に回すことにしました。ビールは3本目。ちょっと眠そうな息子にレインボーファイヤーを投入してもらいました。焚き火台の端からゆっくり入れたせいか、袋の端が切れて中の粉が出てきてしまいました。炎の中に入れ直すと色が変わってくれました。粉は焚き火シートの上に山盛りになっていました。粉すごい出た。炎すごい出ちゃった。チンドコ。夜の帳が降りてきました。ランタンに火を灯します。美味しそうだよ、美味しそう。ハンバーグの味見をしましたが大丈夫そうです。こちらも息子のリクエストのパンをマルチグリドルに並べて焼き目をつけていきます。焚き火の前で息子と一緒に食べたかったのですが、あまりにも寒いということで幕内に息子は避難。ストーブの目の前で食事をとってもらいます。息子にハンバーグは大好評。すごく美味しくておかわりしました。外が真っ暗になってしまったので、ハンバーグの中しっかり焼けているかライトを当てて確認します。おかわりハンバーグには目玉焼きをトッピング。焚き火の前は温度がそんなに上がらず、ストーブの前あったかかったです。息子がいるストーブ前面側温度33度、ウィンドスクリーンの反対側温度計移します。反射板側のセンターポールは全く熱を持っておらず、前面側はもちろんあっちあっち。リフレクターの効果しっかりとありそうです。息子は寝る前のトイレ行きます。だいぶ眠くなってきているような気がしたので、そろそろクリスマスらしいことをしてあげようと思います。じゃあクリスマスということでちょっとだけケーキを、マルエツで購入したロールケーキをちょっとだけ。クリスマスがやっと来たね。牛乳アレルギー克服中の息子は端っこをちょっとだけ食べてもらいます。トビーからセタロにクリスマスプレゼント。はい、どうぞ。毎年僕ら家族にクリスマスプレゼントを送ってくれる海外の友人トビーから、今年もプレゼントが届きました。せっかくなのでこの日に渡したいと思って持ってきました。もうかっこいい。ウルトラマントリガーダーク、歯磨き中も寝る時も肌身離さず握りしめていました。僕はこの日も6時に寝ちゃいました。トリガーダークが入っていた箱を枕にして抱きしめて眠っています。どんな夢を見ているんでしょうか。残りの焚き木を燃やして僕は4本目のビール。年末の本業の疲れのせいなのか、たくさんいろいろとお酒用意していたんですが、僕は疲れてこの日は早めに眠ってしまいました。おやすみなさい。あ、素敵なクリスマスを。いらねえか。金庫庫。
おはようございます。朝起きたら雨が降っていました。深夜から雨が降り続いていました。だいぶ寝袋の中気持ちよさそうな息子をピカチュウに起こしてもらいます。おはよう。あるところにお父さんと3人息子がいました。お遊戯会でやっていた長靴を履いた猫を再現してくれていました。大きな袋を抱え森に着きました。そんな息子に朝ごはんを作ってあげようと思います。幕内換気しながらストーブをつけて調理していましたが、外がだいぶ寒かったのもあってこの通りカメラは曇ってしまいました。午前10時までには雨が止むという予報でしたが、どうなることでしょうか。さてこの日の朝ごはんにいただいたのは何をどういうことになってしまったのか、こちらのステーキ。食材の買い出し間違いまくりました。ギャバンのシーズニングステーキを両面につけて味付けしていきます。マルチグリドルはアルパカストーブサイズ。暖を取りながら調理ができるのがありがたいです。息子はファンタを飲みたいということで、僕だって朝からこのステーキとビール行きたかったですが、もちろんこの日は撤収の日なので我慢します。ストーブでの調理は火力調整難しいので、ホイールを置いて中まで火を通します。遅れてやってきたローズマリー、少しだけ香り付け効果あったんでしょうか。雰囲気は出た気がします。それだって立派なスパイスだと思います。昨日に引き続き添え物に目玉焼き、一部分切って味見しましたがすごく美味しかったです。配給を待つ息子に配膳していきます。朝ごはんステーキ食べました。すごく美味しかったです。朝からがっつりと調理している間に外で激しく降っていた雨がいつの間にか弱まってくれました。幕を開けて外の景色を見ながら食事します。ご飯も上手に炊けました。ご飯とパパはステーキの肉まだあるぜ。いや幸せな朝ごはんでした。うん、おいしい。おお、出た、太陽出てきた。キンココ雨が上がってくれました。この段階で帰るかどうか少し迷いましたが、予報通りこのまま晴れてくれるなら TC 幕乾かすことができるかなと、チェックアウトの3時までいることにしました。午前中は息子とゴロゴロ過ごした後、寝具やチェア類を片付け、お昼ご飯作りに入ります。もう水がなくなってしまったので氷を火にかけてお湯を作りました。息子がスーパーで一目惚れしたこちら。お昼ご飯はピカチュウのラーメンを食べました。外の雨音聞こえるでしょうか。また雨が降ってきました。結局この日は晴れたり降ったりの繰り返し。もう乾燥撤収は諦めてネギを切り刻みます。僕もラーメンを食べつつ、昨日下ごしらをしていたマスタードチキンを焼きました。こちらも息子に大好評でした。シーズニングを使うことで味付けの失敗を回避できるのはありがたいです。こちらのマスタードをつけて食べます。秋田の中通りチルアウトさん、新宿にポップアップショップいらっしゃっていたので息子と買ってきました。とっても美味しかったです。空が明るくなってきたので撤収に入ります。のんびりしていたら時間ギリギリになってしまいました。砂利が混ざった土がメインの青の原、雨に降られてしまうとどうしてもぐっちょぐちょになってしまいます。濡れた TC 幕は本当に重くて、大きなゴミ袋用意していましたがしまうのもなかなか大変でした。この通り見るも無残な泥だらけの枯葉まみれ、腰にくる重さを持ち上げて車に詰め込みます。帰ってからの片付けも本当に大変でしたが、これもまあいい思い出でしょうか。僕もお片付け手伝いました。この日の最低気温が幕外が0度、幕内でも 1.5 度でした。ギリギリ氷点下にはなりませんでした。それではチェックアウトします。ということで今年ラストのキャンプ、青空の下を終了することができました。
残念ながらゴミ袋撤収となってしまいましたが、年末年始のキャンプ旅に向けて様々なシミュレーションすることができたと思います。皆さん今年も大変お世話になりました。少しずつチャンネル登録の方も増えてくださっていて、子供たちと喜んでいます。来年は息子の入学や僕のソロデビュー、様々なことがあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。ちちとこキャンプ、ヤマケンでした。また次の動画でお会いしましょう。せいたろうでした。バイバイ。ちちとこキャンプ。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。